大池の赤牛昔岡野村の小川沢の奥に青々と水をたたえた大きな池がありました池にはいつの頃からか赤牛が住みついていましたところが長い年月が経つうちに山が削られて池に流れ込み水はどんどん少なくなっていきました 高校と照る月の夜、赤牛は住みにくくなったこの池を抜け出しました。草を踏みつけ、木々をなぎ倒し、崖を下り、川を渡り、やっと探し当てたのが吉田の大池でした。ああ、これでまた百年は生き延びられる。赤牛は朝もやの漂う大池をゆったりと泳ぎ、 その中ほどに身を沈めると深い眠りにつきました朝もやがようやく消えかかった頃赤牛は不思議な音で眠りを覚まされました「ギギ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  一つから二つに増え、やがて三つになりました。赤牛は池の底を蹴って立ち上がると、体をブルブルッと震わせました。その煽りを受けて、水面は激しく波打ち、船は高くせり上がり、すぐに真下へ。風一つだ、ね、朝浅ぎだというのにさ。大森山でも噴火する前触れ面か。 ひどいことにならねばええが。村人たちはお互いの無事を確かめ合うように大声を張り上げました村人たちがほっと一息ついた時でした目の前一軒ばかりのところで高々と水柱が上がりました先頭の船は水柱に押し上げられるようにしてまっすぐ空へ続く二艘は あっという間に船着き場まで押し戻されてしまいました。わしゃあ、この目ではっきり見たぞ。池の底からな、水柱と一緒に駆け上がってくるところをな、とてつもなくでっかい赤牛だ赤牛の噂はその日のうちに吉田村の隅々まで伝わり、それからは大池に船を漕ぎ出す者は全くいなくなり、船は朽ち果ててしまいました。 年が明けて5月。訪れる者もいない大池周りの山は若葉でうずまり水辺には咲き乱れる長寿草の花吉田村に住む木を7つ千佐4つの姉妹姉ちゃんな千佐のこと置いてどっかへ行っちゃった一人ぼっちじゃつまんないよ千佐も水車小屋へ連れてって。 ちょいこをしょって物置小屋から出てきたばあちゃんを見つけるとちさは後を追いました水車小屋に着くと打ち下ろすきネの音が気に入ってちさは目を丸くしましたほれひふみ,みよちさの数えられるのは4つまでちさは飽きもしないで繰り返し数えていました ばあちゃんなちょっと家まで戻ってくるけどちさも一緒に行くかううん、うん、水車ちさと遊んでくれるもんばあちゃんが水車小屋に戻ったときにはちさはどこかに消えてしまっていましたちさが見つからないままあっという間に7日が過ぎました父ちゃんが用意した小さな棺。 中には水辺に落ちていた黄色い三尺の切れ端を入れました。ちさ、おめえの大好きな長寿草だ。母ちゃんは青紫の花をちぎって棺の中に入れました。清は両手いっぱいの長寿草の花を棺に入れるとそっと目を閉じました。そして、 きよが再び目を開けた時でした。母ちゃん、ちさ、笑ってるきよは思わず息を飲みました。長寿草は鮮やかな黄色の花に変わり、花の真ん中でちさが笑っていたのです。大池の南西に少し突き出た半島があります。その先には、 十二連塔と呼ばれる小さな島々が散らばっています。高栄寺の日光商人は、そのうちの一つの島に渡り、静かにお経を唱え始めました。七日七番、飲まず食わずの命を懸けたお祈りが続きました。やがて、東の空がしらじらと明けました。 <laughs> 夜明けとともに突然苦しそうなうめき声大きな波のうねりが次から次へと島に押し寄せ商人を飲み込もうとしましたそのうねりに負けまいとひときわ高まるお経うねりはバサッと崩れますいくたび同じことが繰り返されたでしょうか池は いつの間にか気味悪いほどの静けさを取り戻しました。あれから一ヶ月、吉田村の人たちはこの島に小さなお堂を建てました。お商人様はな、今朝も早くから机に向かっていらっしゃる。あの時唱えたお経をな、巻物に書き写していなさるそうだ。島から戻られてもな。 一日したりとも休まれた様子もないぞ村人たちはお米やら作物やらを持って足しげくお寺に通いましたやがてこの巻物は赤牛の供養のために島のお堂に納められました村人たちはいつかこの島をお京島と呼ぶようになりました